倒すべき強大な敵って、自分の力に絶対の自信を持っている。自分よりも強い存在がいないから、傲岸不遜な振る舞いで、他を圧倒してくる。だがそんな強大な悪も、自分よりも強い存在を知ったり、気に入った人物が現れ、手を組むともう手がつけられなくなるよねな。今回紹介するキャラは、ロマンシングサガ3に登場する。魔界公、ホルネウスだぜ。300年に一度、起こる死色によって本作の600年前に魔王が誕生した。死色は、その年に生まれる全ての命が失われる最悪、なんだが一人の赤子が生き残るんだ。その子は、宿命の子と呼ばれ、大きな力を秘めているんだ。600年前は魔王が、そして300年前には、聖王が誕生した。そして今回生まれる子は、ホルネウスは、海のどこかにある、海底宮のアビスゲートを守る、四魔貴族の一人で、その姿は、巨大な、ナマズのような海の王者にふさわしい、いかつさを有しているんだ。魔王が姿を消してからは、海の支配にしか関心がなく、それだけなら海底宮で引きこもりぼっちのナマズちゃんで済む話なんだが、海底宮の場所を知る最果ての島の住人たちを消そうと巨大な竜を消しかけたり、ヴァンガードの町に部下を送り込み、あのトラウマイベントを引き起こしたりと、なかなか無茶しちゃってくれてんだぜ。その戦闘能力もトラウマ級で、即死判定付きの全体攻撃のメールシュトロームをはじめ、高いステータスで手を焼いたプレイヤーはたくさんいたと思う。実際、聖王も7回討伐に向かうも、船をことごとく沈められ、8回目にしてようやく、ホルネウスに沈められない船を使い、アビスへ追い返すことに成功したんだぜ。その圧倒的な力から当初は魔王にも従う気がなく、魔王を激流で圧縮し、人飲みしたんだが、体の内側から支配されて屈服したと言われてるんだぜ。その本体は美しい青年の姿をしていて、初めに戦う幻影は四魔貴族、それぞれの理想の姿をしてるとされているんだが、感性が斜め上すぎて、ホルネウスに関してはわけがわからないのぜ。真のアビスの力を見よ。最後までご視聴ありがとうございました。